じゃあおはようございます。おはようございます。さやぐささん、僕たちはやってきました、はい、太平洋クラブ日課ポッカーズコンペ、イエーイ。ご存知かと思いますが、日課ポッカーズ、これ何ですか。こういうズボンを履いてコンペをしようという、コンペです。はい、で太平洋クラブの反社長が主催となって、クラブ会員の方々と一緒にコンペをするという、そういった内容になっております。西郷さん、今日はどういうふうにまとめてきたんですか。はい、今日はあの日課ポッカーズの色がこれが決まってたので、うん、これに合う服を家から選んできました。でちょっと御殿場まだ肌寒いってことで、そうニットでね、寒かったんでちょっとニットにベストに合わせて、まあ、割とこう赤なんですけど、緑でも白でもネイビーでも何でも合わせやすかったです。私はお店で買った、半袖が今日寒くて使えなかったので、家から普通のシャツを着てきて、でタイを合わせました。靴はこれです。茶色、はいはい、もうこれ以上ないというくらい普通。はい、そして僕たちは一緒に回るのはですね、ラウンドするのはですね、なんと反社長、はい、太平洋クラブ、いろいろ聞きながら回りました。おそらくリンゴルフに登場するのは初めてじゃないだろうかですよね、ですよね。なので太平洋クラブのこととかも聞きながら一緒にラウンドしたいと思います。はい、お願いします。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。反社長は太平洋クラブの何でしょう、社長です。社長です、社長です。一応社長は太平洋クラブ社長です。はい、でリンゴルフにもたくさんご協力いただいております。どうもありがとうございます。はい、まあ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 いいんじゃない。社長、まあまあ左だけど問題。ナイニング、やば、走りながらボール見るとなると、ボールが空で見失っちゃったりします。何人もなんかボール探すのとクラブを持ってかなきゃいけないし、うん、かと物がもなきゃいけないしってなって、何を一番大事にしてやればいいんですか。ボールを探すことが大事だと思います。お客様によってはクラブ持ってきてくれる方が結構多いんですけど、ボールが分かってないと距離のヤードとかも言えないので。手前からじゃあ曲がった順に行くのがそうですね、一番走ってうまい、うまい、おーナイスオンです。ナイスオン。コンペでもファッションコンテストやるときにこうやって昼みんなに採点してもらうといいかもしれない。これできないのかな、難しいかな。次準備しましょう。ちょっと山口さんに聞いてみよう。これ持って帰っても嬉しいですよね。持って帰っても記念になるんですよ。はい、どの人にしよう。自分にするんですよ、どうせしないです。
ドリブル。でもやっぱ色の特別編、反社長は選ぶことができない殿堂入りをしている。ゴルフ場研究会の話です。そういうのをこう勉強してるんですよ。ゴルフ場世界のゴルフ場の設計を勉強してるんですよ。それを見てこうコースに反映するとか。いや、まあ趣味趣味、まあ、趣味というか、はい、まああれなんですよ。その日本でもまあそういうのゴルフ場研究家みたいな人が数人いるんですね。研究家 でみんな年取ってきて、まあその次世代にその知識を残していきたいということで、まあそういう興味がある人を集めて、まあレクチャーしてもらって、であとはまあいろんなゴルフの話をする会みたいなもので、でも基本はそのコースの、そうです。何人くらい来られるんですか？それはだいたい1回20人ぐらい来ますね。で森さんもそれ好きなんですよ。ゴルフ場が、ゴルフ場が好きなんですよ。そういうの勉強したいんですよ。森さん何でも好きだよ。スイングだけじゃないですね。設計も。そうなんですよ。でまあ。何の勉強してるんだろうって思ってました。勉強会で反社長によく会うんだよって言ってて、ゴルフ場です。ゴルフ場の勉強なかなか新しい。しだれ桜です。しだれ桜が綺麗。インスタ映えスポット。じゃじゃーん、ウエストの12番です。ピンク。すごいすごい、結構な量の桜があるぞ。わあすごい、完璧。ナイスショットです。完璧です。しょ。ナイスオンです。ショー。お、いいよ。右。うまい、うまい。どうだ。ゲポチャお願いします。あの池跳ねるやつお願いします。うん、いいダフリだ。ナイスイン、ナイスパー、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、18号でも、あ、僕ですか。ミカポッカーを履いてめっちゃ動きやすい。ね、なんかパターとかはもうなんか全然気にならなくて、うん、パター打ちやすい。ちょっとね、歩き方が、ね、男前になっちゃったと。こうなっちゃった。なんだろう、慣れないからか分かる。ちょっと悲しいかな、靴擦れしてしまったっていうのね。初めて履いたから。初めてこういう靴履いたから。あと 2,3 ホール回らないとあれだなって感じ、うん、どうでしたか、ファン社長とのラウンドは。そうですね、後半ドライバー飛ばしすぎ。いや、すごい。全然撮ってないけど、カメラに撮ってないけど飛ばしすぎ。
問題。飛ばしすぎ問題からの絶好調半端なかったでしょ。そう、パーばっかり、バーディーを。パーバーディー、パーバーディーみたいな。でもなんかこう、いろいろ太平洋のこととかも聞けて、うん、すごく回収のね、話とかもね、御殿場の、うん。そうですね。面白かったです。回収しに行きましょう。はい、回収のまた、リンゴルフでも取りに行きたいなと思ってますね。キャディーさんもやりましょう。そうですね、キャディー研修もやりたいなと思ってますし。でも本当に、ね、太平洋さんのおかげでかなりリンゴルフをやれることがぐんと広がって、たくさんの方にも見てもらえるようになったんで、また太平洋さんとね一緒にこれからあれやるんでしょ、女子十傑またチャレンジするんでしょ、今年ね。そうですね、ちょっと一つでもねいい成績で上がれるように、ちょっとゴルフもうちょっと頑張っていかないと、うん、はいですね。これニッカボッカ着てやるっていうのはちょっとコスプレっぽいかなとか思ったんだけど、いや思ったより動きやすいし、そもそもこれ自転車の時、自転車の服ってニッカボッカ多いんですよ、足引っかからないようにするためにとかで、そもそも動きやすい服なんだなってことはよく分かった。でもちょっとゴルフ場がちょっと海外っぽく見えた、うん、あのみんながニッカボッカ入ってる、別の国来たみたいな、別の国に来た。皆さんもぜひこの格好でラウンドしてみてください。はい、また太平洋のニッカポッカーズコンペは次、秋か冬、9月15日の軽井沢か12月の御殿場かで今アンケートを取っている、はい、太平洋クラブの会員の方ももちろん出れますし、ゲストの方ももちろん参加できるので、ぜひ皆さんこのニッカポッカーズスタイルで次のコンペ出てみてください。はい、以上ですかね。ありがとうございます。Thank you.